ベトナム社会主義共和国の政府首相はベトナムの政府の長である。1948年以降のサイゴンに存在したベトナム人国家の首相については南ベトナムの指導者を参照。ベトナム帝国では内閣総長が首相の権限を有した。2013年改正の憲法においては政府首相が正式名称である。 1981年から1992年までは閣僚評議会議長であった。政府首相は憲法第95条において政府の長であると定められており、第88条及び第98条では国家主席が政府首相の選出、免任、非免を国会に提案し、国会が国会議員の中から選出すると規定されている。また、 憲法98条には政府首相の任務と権限として以下の6つが列挙されている。政府の業務を両導する政策の策定及び法令施行の組織を両導する。中央から地方に至る国家行政体系の活動について両導し、責任を負う国家行政の統一性、円滑性を保障する。政府副首相、大臣及びその他の閣僚の部任、免任。 会食の提案を承認するよう国会に上呈する。副大臣、省、省道格機関の同格の職務を選任、免任、会食する省、中央直轄都市の人民委員会主席、副主席の選出、免任及び移動、会食決定を承認する。憲法、法律及び上級国家機関の文書に反する大臣、省道格機関の長、省、 中央直轄都市の人民委員会、人民委員会主席の文書の施行を停止し、または破棄する憲法、法律及び上級国家機関の文書に反する省、中央直轄都市人民評議会の議決の施行を停止し、同時に国会常務委員会に破棄を提案する。政府の任務、権限に属する国際条約に関する交渉を決定及び指導し、署名、 加盟を指導するベトナム社会主義共和国が構成員となっている国際条約の実施を組織する。政府及び政府首相の解決管轄権に属する重要な諸問題について各マスメディアを通じて人民に対して定期的に報告する。ありがとうございます。